はいどうも、メダロットに関する情報をお伝えするメダロットニュースをお伝えするのは野平です。本日のメダロットニュースに関する情報を中心にお届けしたいと思います。現在メダロットニュースはとある科学のレールガン T さんとのコラボを開催中でございます。改めまして PV をご覧ください。はい、ということで今回のコラボではコラボ機体が登場するガチャ、コラボ衣装メダロッターが登場するメダロッターガチャ、限定報酬を入手できるシナリオ付きイベントロボトル、キャンペーンなどを開催しております。お待たせいたしました。それでは今週登場するアクセラ1についてねご紹介していきたいと思います。アクセラ1のピックアップガチャは6月29日木曜日の15時から7月13日木曜日の14時59分にて開催いたします。機体の紹介の前にアクセラ1のモチーフとなったアクセラレーターについてね紹介したいと思います。学園都市の7人のレベル5の中で突出した力を持つ最強の能力者、あらゆるベクトルを自由に操る能力とそれを実現する高度な演算能力を持つ、普段は常に力を反射するように設定しており、アルビドのように白い髪と赤い瞳をしているのは紫外線をも反射しているため、その出生から最強ではなく無敵の存在となるためレベル6シフトという実験に参加していた。実験は中止されたが関連した事件でラストオーダーを救った代償として重傷を負い、現在入院治療中ということで、アクセラレーターについてのご紹介でした。それではアクセラ1についてご紹介していきます。機体名はアクセラ 1TKR 型のメダロット、メダロット S での初登場の機体でございます。とある科学のレールガンで最強とされるキャラクターアクセラレーターをモチーフとしたメダロットでございます。原作で使用するベクトル操作の能力をイメージした攻撃的でスピーディーな機体になっております。またこちらの機体はね N 型の機体となっております。それではステータスについて見ていきたいと思います。頭部パーツがシュートフルチャージ、右腕パーツがカウントアタック、左腕パーツがゴーストショット、そして脚部は浮遊タイプで脚部特性はコンティニュアル P という構成となっております。頭部はシュートフルチャージ、使用パーツの走行値を消費して自分のチャージゲージをフルチャージする、消費する走行値はパーツランクが上昇すると少なくなる、さらに自分にシュートブーストとメルトを付加するという技になっております。シュートブーストは射撃パーツの成功と威力値を 50% アップするというもの、メルトは継続的にねダメージを受けてしまうものというものでございます。原作の全力を出すには制限がかかってしまいますが、いざ全力を出すと誰にも止められないほどの能力を発揮するところから選定されているということでございます。こちらの技非常に珍しい強力な技でございます。ヘビーパーツでないのもねかなりポイントが高いと思います。そして右ではねカウントアタックでございます。攻撃するたびに威力がパーツランクに応じたパーセント分加算されていく射撃攻撃ということでございます。貫通効果があります。使用後の冷却値は回避防御不能という技でございます。原作のベクトル操作を重ねることで強力な攻撃にすることから、攻撃を重ねることで威力の上がるカウントアタックを選定いたしました。これまた非常に珍しい技で、男性型で使えるのはメダチェンジ後のグレインかこの機体のみとなります。そして左腕はゴーストショットでございます。威力を現在のチャージゲージ値かけるパーツランクに応じたパーセント分上昇させる射撃攻撃、貫通効果があります。使用後の冷却値は回避防御不能という技でございます。原作のベクトル操作を応用して空気などを操り強力な攻撃に変える能力からこのゴーストショットが選定されたということでございます。このゴーストショットねむちゃくちゃ強いです。ランクアップ効果でランク5になると防御無視がつきますのでね、相手に大ダメージを与えることが期待できます。そして脚部タイプは浮遊タイプ、脚部特性は行動するたび脚部の重量がアップする効果を持つコンティニュアル P でございます。
原作のベクトルを利用して高速移動することから浮遊タイプコンディニアル P が選定されているということでございます。ステータスも若干格闘耐性に課題があるものの全体的に高く N 型のね浮遊脚部という汎用性の高いものになっております。はい、ということで今週登場するアクセラ1のご紹介でした。また今回は通常のピックアップガチャと合わせて優勝限定のスペシャルピックアップガチャも開催いたします。このスペシャルガチャでは登場するのは星3メダロットのみ、特にアクセラ1の登場確率が大幅にアップしております。大変お得なガチャとなっておりますので、コラボ機体を入手したい方はぜひチェックしてください。改めましてピックアップガチャスペシャルガチャは6月29日の木曜日の15時から7月13日木曜日の14時59分の開催となります。よろしくお願いします。また今週はピックアップガチャにリアリラ2イビルレックス、そしてディアステージが登場いたします。リアリラ2はカスタムスキンもね登場しているため、期間が6月29日の木曜日の15時から7月13日の木曜日の14時59分と他の機体よりも長くなっております。その他の2機体は6月29日の木曜日の15時から7月6日の木曜日の14時59分となります。よろしくお願いいたします。そしておさらいになりますが、現在とある科学のレールガン T コラボ記念イベントリンクスペシャルガチャというのをね開催しております。日程については6月の15日の木曜日の15時から7月13日木曜日の14時59分の開催でございます。このスペシャルガチャでは登場するのは星3メダロットのみ、そしてイベントのブースト対象の機体の登場確率が大幅にアップしているというね面白いガチャになっております。イベントは3週連続で開催しておりますが、イベントリンクガチャでは3週分のブースト機体全てがラインナップされているということでございます。登場確率がアップしているのはこれまでの2週分のブースト機体、チアフルバニー2、サラシナ姫、桃色メイプル、カーリーベール、シュシュポップ2、ノエル、コレオビオラ、そして今週から開始する3週目のブースト機体、ディアステージイビルレックスリアリラ2のね、計10機体でございます。ブースト機体があるとイベントをね有利に遊べますので、ぜひチェックしてください。そしてサラシナ姫やね桃色メイプルなど1週目のイベントのブースト機体をゲットしたい方はこちらねガチャをご利用ください。現在開催中のノエルのピックアップガチャも今週木曜日に終了しますが、こちらのイベントリンクガチャであれば木曜日以降もノエルが入手することができます。期間が過ぎてしまった機体を狙いたいときはね、ぜひこちらのガチャをご確認いただければと思います。改めましてイベントリンクスペシャルガチャは6月15日の木曜日の15時から7月6日の木曜日の14時59分の開催となります。よろしくお願いいたします。またこちらもおさらいですが、引き続きミコトエースとモノクロツインが登場する超襲来レベル5からの挑戦状1が開催しております。こちらはコラボイベント限定ということで、7月13日の木曜日の14時59分までのね期間限定の開催となります。そして今週はクイーンハニーとアクセラ1が登場する2つ目の超襲来が開催いたします。それがこちらレベル5からの挑戦状2でございます。こちらの聴衆来もコラボイベント限定ということで、6月29日の木曜日の15時から7月13日木曜日の14時59分の期間限定の開催となります。クリアをするとルビー10個、サイプラシウム合金10個、そして称号レベル5がねもらえます。学園都市最強の証レベル5ということでね、入手できた方はぜひ名刺にセットして自慢してください。次にメダロッターガチャについてでございます。おさらいになりますが、現在コラボ衣装メダロッターが登場するガチャが2つ開催されております。とある科学のレールガン T コラボ記念メダロッターガチャ第1弾第2弾でございます。第1弾では SR イブクとラナンキラ、第2弾では SR マリカとイクが登場しております。 R のコラボ衣装メダロッターについてはどちらのガチャでも入手可能ということでございます。そして優勝限定のスペシャルガチャも開催中でございます。こちらスペシャルメダロッターガチャ第1弾第2弾ということでね、こちらのガチャはお一人様6回まで購入できる優勝ルビー限定のメダロッターガチャでございます。通常のガチャと比べるとピックアップのコラボ衣装メダロッターの確率がアップしている特別なガチャとなっていると、そしておまけで SR のメダロッターが確実に入手できるというものになっております。コラボ衣装のメダロッターたちはガチャ終了後は通常のメダロッターガチャには追加されませんので、気になる方はこの機会に入手していただければと思います。いずれのガチャも7月13日の木曜日の14時59分までの開催となります。よろしくお願いします。次にイベントに関する情報でございます。今回のコラボは最初の1周目がロボトルポイントを集める形式、2周目が交換用アイテムを集める形式、そして3周目がロボトルポイントを集めつつボスロボトルに挑戦する形式のね3つのイベントが連なるような形になっております。ということで今週開催するイベントがこちら。はい、とある科学のレールガン VS レベル5ということでございます。3週目となる今週はロボトルポイントを集めつつボスロボトルに挑戦する形式のイベントとなります。日程は6月29日の木曜日の15時から7月6日の木曜日14時59分の開催となります。今週のイベントもコラボ機体たちが登場するシナリオ付きのイベントロボトルとなっているということでございます。
ぜひ挑戦してチェックしていただければと思います。それではまず今回のイベント形式であるボスロボトルに挑戦する形式教習イベントについて改めてご説明したいと思います。このイベントでは通常のイベントロボトルとボスロボトルの2種類のロボトルが用意されており、勝利をすると通常ポイントとボスポイントというね2種類のポイントをそれぞれ入手することができます。ロボトルの進行度難易度が高いほどポイントを多く獲得することができます。集めたポイント数に応じて様々な報酬を獲得することができます。ボスロボトルは通常のイベントロボトルを行うと確率で出現いたします。ボスロボトルの出現確率はノーマル、ハード、ベリーハードの順で高くなります。ボスロボトルが出現しなかった場合は画面内のボスメーターというものが上昇し、その次以降のロボトルでのボスロボトル登場確率がアップいたします。前回のボスロボトルのイベント、この形のね教習イベントに参加していただいた方にね変更点があるので簡単にお伝えいたしますと、ボスが前回よりも出現しやすくなっております。あとはポイントのね配分が見直されてね遊びやすくなっているかと思いますのでね、ぜひ遊んでみていただければと思います。詳しい遊び方についてはアプリ内のお知らせをご確認ください。そして今週のイベントで入手できる報酬についてもご紹介したいと思います。目玉報酬がこちら。はい、コラボ衣装メダロッターのミオ、メダルはシャチメダル、そして名刺背景はアクセラレータの名刺背景、カスタムジュエル、各種メダジスト、TP レンチ、イベントリンクチケットとね、なっております。この他にもロボトル講座やアビリティ講座、各種育成アイテムを入手することができます。目玉報酬について詳しくご紹介していきたいと思います。コラボ衣装メダロッターはね、コラボ1周目からメダロッターガチャでも登場しているコラボ衣装メダロッター R のミオウィハルバージョンとなっております。複数入手するとメダロッターレベルやアビリティレベルが上がるので、ガチャに、ね、入手している方もねぜひ挑戦していただければと思います。ということでメダルのね方を紹介していきたいと思います。メダルはシャチでございます。性格はハンター、得意スキルは射撃に直す守る、得意脚部は車両浮遊潜水、そしてメダフォースはねご覧のメダフォースとなっております。海のハンターシャチをねモチーフにしたメダルでございます。今回ボスロボトルがね絡むのでね、メダルの入手ちょっと難しくなってると思いますがね、ぜひ頑張ってゲットしていただければと思います。次に名刺背景がこちら。とある科学のレールガンに登場するアクセラレータがデザインされた背景となっております。こちらの名刺は SNS にねシェアできるので、ぜひ入手してシェアして自慢していただければと思います。次にカスタムジュエリーでございます。今回のコラボ期間限定でカスタムジュエリーで交換できるカスタムスキンが登場しています。それがこちら。はい、リアリラ2の時話台中学制服バージョンということでございます。こちらはとある科学のレールガンにて主人公のミコトやクロコが通っている学校時話台中学の制服をイメージしたカスタムスキンになります。すでにチアフルバニー2とシュシュポップ2のカスタムスキンが登場しております。そしてこのリアリラ2のカスタムスキンも登場し、メダチューバが勢ぞろいということでございます。これまでのイベント報酬でカスタムジュエルをすべて入手していると3機体分のねカスタムスキンを交換することができます。ぜひ3機体とも交換して並べて楽しんでいただければと思います。次にイベントリンクチケットでございます。このチケットはイベントブースト機体が含まれたイベントリンクチケットガチャを回すことができるとっても嬉しいチケットとなっております。先ほどご紹介したイベントリンクスペシャルガチャとは異なり、確率アップはしておりませんが、強力なピックアップ機体を無料で入手するチャンスなので、ぜひ挑戦していただければと思います。はい、ということでここまでがイベントの目玉報酬についてのご紹介でした。イベントではこの他にもメダジストや TP レンチなどね、各種育成アイテムなどもたくさん入手することができます。ちょっとボスは手強いんですけどもね、今回のイベントで始めていただいた方もね、挑戦しやすいよう調整されておりますのでね、ぜひたくさん挑戦していただければと思います。イベントではポイントを効率的に集められるボーナス対象メダロット、そしてメダロッターが設定されております。教習イベントでは通常ポイントとボスポイントにそれぞれね、ブースト対象が設定されております。また、ボスのブースト対象機体には機体性能がアップするというボーナスもつきます。それではまずは通常ポイントのブースト対象がこちら。はい、メダロッターはこちらの通りでございます。そしてメダロッターもねこちらの通りになっております。非常にね多くのブースト対象がいます。そしてボスポイントのブースト対象がこちら。はい、メダロットはアクセラワン、ミコトエース、モノクロツイン、クイーンハニー、シュシュポップ2、リアリラ2、チアフルバニー2となっております。そしてメダロッターはコラボ衣装のメダロッターたちということでございます。また全身の機体性能アップボーナスもねあるので、こちらの方チェックしていただければと思います。
ブースト対象を編成に組み込んでいるともらえるポイントが増加いたします。また機体性能アップボーナスがつくパーツを使用していると機体の性能が、ね、アップするので強力なボスにも挑戦しやすくなるということでございます。はい、以上イベントに関する情報でした。1周目と2周目のイベントもね、引き続き挑戦可能なのでね、ぜひ取り逃しのないようよろしくお願いいたします。また今週からはコラボ記念のイベントミッション3をね、開催いたします。期間につきましては6月29日の木曜日の15時から7月6日の木曜日の14時59分の開催ということでございます。イベントミッションは期間限定のデイリーミッションやフリーミッションのようなもので毎日追加されるミッションをクリアをするとダストルビーやイベントリンクチケットなどの報酬を入手することができます。開催期間中であれば前日以前のミッションにも遡って挑戦することができるのでぜひ挑戦してみてください。そして現在ログインボーナス配布中でございます。7月13日までの期間中14日間ログインするとルビー20個がもらえるということでまだ間に合いますのでね、ログインし忘れないようよろしくお願いいたします。続いてこちらもおさらいになりますが、コラボ限定カスタムスキンパックについてご紹介いたします。これらのスキンパックはコラボ機体のカスタムスキンパックと無償ルビー15個がセットになって2900円での販売となります。メダチューバーをイメージした衣装を着たいような可愛いカスタムスキンとなっております。コンビニのおすすめパックコーナーにありますのでぜひチェックしてください。次にキャンペーンに関する情報です。コラボを記念したキャンペーンを開催いたします。今週は2つのキャンペーンを開催します。まずはこちら、はい、メダロッテス公式ツイッターアカウントフォロー、キャンペーンツイートをリツイートしていただいた方の中から抽選で合計3名様にとあるゲコタのストラップ時和台中学制服バージョン2が当たります。キャンペーンはコラボイベント3週目が開始する6月29日からの1週間の開催となりますのでぜひ応募してください。そして2つ目がこちら、はい、メダロッテス公式ツイッターアカウントフォロー、キャンペーンツイートをリツイートしていただいた方の中から抽選で合計100名様にコラボ衣装メダロッタミオのウィーハルバージョンが当たります。こちらも6月29日から1週間の開催ということでございます。ぜひ応募してください。はい、ということでここまでがコラボに関する情報でした。次にその他の更新情報についてのお知らせでございます。激闘ロボトルに関するお知らせです。今週は激闘ロボトルにイルマシラ、ボーンクラッカー、キルマシラがね登場いたします。次にメダリーグのお知らせでございます。7月3日からのメダリーグはリーグ23地形はサイバー純正限定コラボデラックス杯となっております。いつもよりもね報酬が豪華になっておりますので皆さんぜひ参加してください。次にオンラインエキシビションシーズン8についてのご紹介でございます。6月1日からオンラインエキシビションシーズン8開催中です。シーズン報酬としてジューンブライドをテーマにしたこちらの、ね、カスタムスキンが登場しております。ぜひ挑戦してください。はい、以上メダロットに関する情報でした。現在メダロット公式 YouTube チャンネルにてアニメメダロットを無料配信中でございます。毎週月曜日の20時に1話ずつ公開しておりまして、昨日は第30話ステインのブルースを公開いたしました。メダロット S でも連動して昨日6月26日から激闘ロボトルにシアンドクガ、そして復刻ピックアップガチャとしてブラックメールが登場しております。ブラックメールは非常に強力なねゴースト攻撃を使用できますので、ぜひこの機会にチェックしていただければと思います。また月曜日にログインをするとルビー1個をプレゼントしているので、ぜひアニメを見るメダロット S でログボーをもらおう習慣にしていただけると嬉しいです。今回も概要欄からルビー1個を受け取るキャンペーンを開催しております。プレゼントコードは SNS などにはアップしないようよろしくお願いします。それではまた来週もよろしくお願いします。以上です。ロボトルファイト。